どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエストヒーローズ闇竜と世界樹の城初見実況をプレイ始めていきたいと思います。さあ前回ね、ボス戦をボコボコにされました。はい。でホイミストーンとやらをちょっと今回、駆使して、使っていきたいなと思います。まあなんていうかね、回復がね全然間に合わなかったんですよ。で、明治キメラ、スターキメラか、あいつをまずね倒さなきゃいけないってことも全然わかんなくて、まあ結局ね前回の動画で倒せたんですけど、結局手遅れになっちゃったということでございました。まあみんなのね体力管理しっかりやっていきながら、今回攻略していきたいなと思います。で R1 の十字キー、 OKOK 了解です。よし、じゃあ行きましょう。はい、ムービーね、どうしようか、見てく？いいか、見なくても。前回見たからね。ちょっとムービーはじゃあ今回カットしていきましょうか。意外とね、このドラクエヒーローズ、見てくれる回数が多くてですね、ありがとうございますといったところでございますが、ぜひね、皆さん、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。はい。さあ、行きましょう。まず、スターキメラをやっつけます。これ。ああ、なるほど、なるほど。あった。オッケー。3回しか使えないんだね。了解でございます。じゃあ、まず、スターキメラからやっていきたいと思います。オッケー。スターキメラ。バリスタでスターキメラ。あ、そうなんだ。バリスタでやるんだ。ちょっと待って。あ、いた。でもさ、これ、攻撃されるんだよね。スターキメラをまずやっつけて、あー、バリアまとっちゃったんで、これさ、これうわってこうやってレベル上がっちゃった。よいしょ。はい、キメラ使って、キメラ、はい、ここ回復して、オッケー、1、よいしょ。まだこのスターキメラをね、ちょっとうまいこと使って。あ、ルーラしちゃった。どこ行った？はい。もう一回キメラ。オッケー。まずこっちから倒してくれ。みんな、まずこっちからよ。ボストロールはね、いいのよ。よいしょ。あー、ディルクがまずいね。スターキメラの。あれ？使えない。なるほど、こうやってね攻撃していくんだ。おー、怖いですね。ちょっとじゃあ一回使っていこうか。おお、なるほど。はい、ダメか。よいしょ。危ねえ。だから、やっぱバリアはしっかり、剥がしていかないといけない感じですね。オッケー。それが分かってれば、OK なんで、スターキメラ、バリア剥がれた。だ。あ、そういうことね。これ使えば一発だったんだ。オッケー、もう終わるぞ。これちょっと使っていきつつ、終わらせろ。うわー、やばい。バカ。ちょっと冷静に回復しよう、冷静に回復しよう。バリスタが今使えない。1、2の、はい、もう終わるぞ。一旦これ回復。あー、なるほど、 MP か。やばい。ちょっときついね。回復できるもの、あ、ナイス。お前おったんかい。しっかり回復せんかい、お前。よし、ナイス。今回いい感じよ。行こう。
まずい。よいしょ、 OK、 いいよ。もう使えないね。おお、怖いぜ。で、このモブキャラがね、結構多く出てくるんですよ。よいしょ、デイデイやりたい、デイです。あ、幻に詰まれちゃった。まずいねー。回復してほしい、回復してほしい。うわー、よし、じゃあテリー使いますか。回復して、メタルハンターも来てる。まずい、使えないよねー。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい頑張る、もうちょい。やぶさきって、うわ、マジかよ。ちょい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 。そうだった。そうだろ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。それずるだろ。それずるじゃない。一回回復させたい。やめてくれ。一回回復させたいから。うぜえなお前ら。せっかくもう少しで終わるのに、モブキャラがうざいな。レイ、モブキャラが倒せない。よいしょ、まずい。おっぷね、あっぷね。どこ行った、どこ行った。強すぎるってマジで。よいしょ、レイです。うわー、よいしょ。メタルハンターもいいの、まずいんだよねこれ。それまずい、ちょっとそれの時離れよう。デイ、メタルハンター、うー、ちょっと待ってくれ。ホイミン、ホイミン助けて。まずい、あっぶね。レベル、あー、資料の記事は嬉しい。ちょっとどんどん仲間に。うわー、見つえ、あと少しなんだ。はやぶさ切り。いいよいいよ。うわー、おならこかれた。まずいんじゃない、まずいんじゃない。一回一回一回。ちょっとこれやばいってマジで。敵が多すぎる。敵が多すぎる。マヌーさん終わったか。よっしゃ、行くぞーテリー。よし、頼む。テリー、かっこいい。ジゴスパークなんだ。いいじゃん、いいじゃん。オッケーオッケーオッケー。ディルクも死んでやがる。ナイス、ああ、そっちか。オッケー、ありがとう、ありがとう。それは普通に嬉しい。よし。いけー、くそ。よいしょ。あと少し、あと少し、あと少し。アリーナ、頼むぞ。よし、終わったか。オッケー、強すぎるって、お前。むちゃくちゃ強かった、お前。ホイミン、もっと回復してくれ。よっしゃ、ありがとう。ありがとう、メッキー。あと誰だ。よーし、ナイスです。テリーが強かったな。むっちゃ強いやん、テリー。やば、ちゃんとレベル上げんといかんな、みんなな。一件落着でガス。
みんなで力を合わせたおかげでゲスよ。ええ、ほんとね。あ、お屋敷から誰か出てきたわよ。お、お、竜神族。おお、村長殿、無事であったか。これは、ディルク様。大層勇敢な援軍が現れたと思い、出てまいりましたが、まさかあなただったとは。我が村をお救いいただき、ありがとうございます。王でありながら、前線で戦われるその尊き精神、必ずや精霊たちの祝福を受けましょうぞ。ぬはははは、そのような大層な言い方をされると、こそばよくて仕方がないわい。しかし、ディルク様がはるばるシーラまでいらしたということは、王都や他の町でも魔物たちに異変が起きているということですな。その通りよ。今や異変は各地に広がっておる。わしらは町を救いながら、その原因を探っているところなのじゃ。ねえ、あなたたちってエルフよね。エルフは長生きで物知りだって言うじゃない。この世界の異変について何か知ってることはないのかしら。異変が始まった時から我々も懸命に過去の記録を調べているのですが、今回の一件と関係のある記録は、手がかりなしでガスか。やっぱりことはそう簡単に進まないみたいでゲスね。エルフの村長に会えば原因がわかると思ったのにね。その魔物は、え、僕のこと。僕ファミラン。大丈夫、みんなを襲ったりなんかしないよ。あ、ダメだよ。これは誰にも渡しちゃいけないんだ。パパにもらった宝物なんだから。失礼。この魔物が被っている冠が光の腕輪にとてもよく似ていましたので。光の腕輪？何そのアイテム。形作る大いなる力、光と闇の力を封じた一対の宝があります。そのうち光の力を封じたものが光の腕輪と呼ばれています。光は闇を照らし、悪しきものを清める力。それゆえに光の腕輪があれば魔物たちの暴走を止める手がかりとなるかもしれないと思ったのですが。じゃあホミロンの冠がその。いえ、どうやら勘違いだったようです。でもなんか関係ありそうだね。限りその冠からは何の力も感じません。よくできた偽物でしょう。偽物じゃないよ、大切な宝物なんだ。それは確かにちょっと謝らないかな。その光の腕輪というものがあれば魔物たちの異変を止められるかもしれないってことだな。じゃあ光の腕輪を見つけられれば異変の原因が何なのかもわかるかもしれないってことかな。ねえ、二人も私たちと一緒に行かない？目的も同じみたいだし、力を合わせましょうよ。それにホミロンも随分懐いちゃってるし。実はあしもこいつとさよならするのは寂しいと思ってたとこなんでガス。それはよい。そなたたちもどうやらこの世界の謎を解きたがっておるようだからな。どうじゃ、一緒に来んか。そうね。それじゃあお言葉に甘えてご一緒させてもらうことにしようかしら。みんなよろしくね。やった、ニノが仲間になった。ニノじゃないけどね、ゼシカなんだけどね。うわ、めちゃくちゃニノのもう耳が幸せすぎる。さ、ということで、ゼシカと、ヤンガスが仲間になる仲間になりました。僕のね、思い出の深いドラゴンクエスト8の、登場人物2人ですからね。まあぜひぜひ使っていきたいなと思います。嬉しい。光の腕輪か、それが鍵になっていることは分かったけど、一体どこを探せばいいのかしらと。見当もつかねえでガスな。お宝に敏感な足の花もなぜだか効かないみたいでガス。これだからおっさんは感じるときに頼りになるな。かわいそうやんガス。ちょっとね、ゼシカの衣装がね、めちゃくちゃ豪華になってるんですよね。
ギャンガスの、 あの衣装もね、なんかこの胸のなんか荒くれがつけてるようなね、なんかあれはつけてなかったような気がするんだけど、なんでも光の神様の力を受け継ぐ特別な一族のことらしいんだけど、それでガス、きっと光の腕だと関わりがあるに違いねえでガス、どこに行けば会えるんですかね。もう出会ってるかもね、その一族って言われている人があなたたちの目の前にいるわ。君たちが落ち着いて私たちのことを光の一族だって決めつけてた変なやつがいただけなんだから、その通りだ、光の一族だなんて聞いたこともなかったし、もちろん光の腕はなんてものも知らない。一緒に行くと行くことにしてよかったわ、これからも頑張りましょう。おお、ありがとうございます、嬉しい。これ次ビアンカ来た時やべえぞ、これ今日会いたいね、ビアンカに。変幻自在の鞭使い、ゼシカは鞭を使って広範囲の技を素早く攻撃できます。敵を巻き込んで集める技もできるのでうまく活用しましょう。疾風陣雷、疾風陣雷ってゼシカ覚えたっけ、なんか地配大蛇とかさ、総竜打ちとかだったっけ。ため攻撃の斧の名人、ヤンガスは斧で豪快に戦います。ワイヤー X を長押しすると通常の攻撃のダメージを飛躍的に、へえ、そうなんだ、ソープンマザンね、懐かしい、へえ、了解了解、オッケー、さごめんなさい、もうもったいないね、すごいあの実況してんのにさ、咳出ちゃうのはちょっともったいないよね。覇者の剣、無知、魅惑のリボン、あお。じゃあちょっとスキル振り分けでもしますか。強さ、スキル振り分け、はい、おお、今16ポイントか、はい、あ、雷電行けばよかった、やった、まあいいか、賢さはちょっとあれかな、 HP、 MP で力、これちょっとどんどん上げていきましょうか。でテリーはミラクルソードを覚える、おマジいいじゃん、残像回数が増える、え、あ、2しかねえ、3ポイントアリーナ、アリーナちょっと、お、分身剣、へえ、ここら辺ちょっと高めますか、ディルク、ごめんなさいね、ちょっとね、次のパートで新しいお話いきますか。ちょっと今回ね、このゼシカとヤンガスのどういう技使えるかとかもそこら辺もちょっと見ていきたいしね。賢さもいきますか。クリフト、雷鳴付き、ザキか、これザキだな、ザキ欲しいよ、君 MP をちょっと上げてってもらいたいね、あのスクルトとか覚えないかね君、スクルトはありがたい、回復系も君できるよね多分、ないかな、たまに天使の守りジュリエッタパワフルスロー、バーニングバード、いいね、パワフルスロー、はい、他は無理か、三つを HP 上げる、 MP も上げますか、力でもよかったかな、さあゼシカ来たよ、セクシービーム絶対に使いたい、ヒャド、ヒャドなんだ、マダンテとかないですか、マダンテでも使ってたじゃん君、これマヒャドいっちゃうんじゃね、これおー来た、マヒャド、マダンテとかない、ハッスルダンス、
これ熱いんじゃない？支配大蛇強化。支配大蛇ある？支配大蛇持ってるの？うわあ、君強いね。ちょっと待って、ここら辺。ハッスルダンス強化させるか。ハッスルダンス強化させて、どうやってハッスルダンス発動させるんだろうね。ちょっと、ゼシカ21レベル強っ。蒼天魔山かい。蒼天魔山極み。すごい。強いな。ちょっとレベル上げていかないといけないかな。これ、おっさん呼び？口笛。へぇ。あ、いいね。口笛ちょっと嬉しいかも。普通に。ちょっと、君はここら辺のパラメーター上げていきましょうかね。どんどん。いや、ここだろ。力。ちょっとね、レベル上げていかないといけないな。どうやってレベル上げるんだろう。身の守りも上げていこう。ほう、すごいな、マジで。すごいスキルあるんだけど。ちょっとここら辺、大防御、大防御、三河市オッケーかなー。よし、テリーでもだいぶ強いと思ったんだけどなー。もうちょっとレベル上げていかないとねちょっとゼシカ使いたかったけど、レベル上げていかなきゃいけないから。あー、どうしよう。ディルク、三つをちょっと連れてきたか。テリーと交換しますか。で、アリーナも強化したいから、一旦こんだけかな。よし。で、三つ男の装備をちょっと変えておきますか。満面なく上げていかないといけないよね。覇者の剣買っておくか。はい。三つ男。で、まだ君その盾なんかい。魔法の盾、はい。やばいわ、もう咳が。はい。シーラに入り込んでいった、魔物は全て追い払えたようじゃ、ひとまず安心だな。村中の魔物だらけでちょっと焦ったけど、村のみんなが無事で本当によかったわ。はい、エルサーゼ、コートルダ、ラバトール、そしてシーラ、これで4つの町はとりあえず安心ですね。残るは北のドワドキア。ドワドキアね。ドワーフ。はあ、はい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 。なるほど。OK、ドワドキア行きますか、じゃあ、次。あー、そうそう、ホイミストーンちょっと回復しとこうか。お、マジ、ベオイミ使いたい、使いたい、使いたい。力を満たす。1500ゴールド使うの？あ、そういうこと？お金かかんの？だったら、ちょっとまだいいかな。OK かな？これで。よし。ドアドキアに進めるようになったようじゃな。さ、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。